琥珀と俺をつないだあの光、一体何だったんだろう。なんだか琥珀をすごく身近に感じたような気がする。うん、私もだから一人でもちっとも怖くなかった。シングがきっと助けに来てくれるって信じられたから。うん、あの光があればきっと俺たちどんなに離れてても一緒なんだね。どんなに離れててもシングと一緒。あ、俺とじゃ嫌かな。ううん、うまく言葉にできないだけ。シングとなら私、俺も琥珀となら。琥珀、ずいぶん北へ進んだからきっと砂漠を越えるのも近いよ。待って、シング、これってサンドワームの巣。あと少しで砂漠を越えられそうなのに、またこいつか。琥珀に手は出させない。俺が相手だ。おめえにばっかいい格好させやしねえぜ。この大将、琥珀の安全確保のため適正生物を排除する。キスイ、クンサイト。もっと俺たちのことも忘れ。シング、琥珀遅いわよ。ガラド、イネス。もう一人のことも忘れてやるなよ。砂ミミズごときが人間様を襲うなんておこがましいんだよ。お前ちょっと脇腹くすぐってきただけじゃねえか。もう少し。だってさ、あいつ気持ち悪いんだよ。みんな無事だったんだね。あなたたちこそ無事で何よりよ。俺たちもあのミミズ野郎に足止め食らっちまってよ。立ち往生の最中だったんだよ。どうやらあいつを倒さねえとオアシスにはたどり着けねえみてえだな。あ、私のスピルーンが。琥珀のスピルーンが反応。もしかしてあのサンドワームが取り込んでるのか。ってことはあいつ琥珀のスピルーンに惹かれて現れたのか。どうあってもあのミミズ野郎を倒さなきゃならねえようだな。目的地フランスール到着のため、保護対象琥珀のスピルーン確保のため、適正生物の排除を提案する。Thank you.
みんな準備はいいわね。あのミミズ野郎ぶっ倒して琥珀のスピルーン取り戻してやるぜ。これで千夜砂漠を越えられるわね。みんながいれば不可能だって乗り越えられる。あいつ本当にスペルーンを取り込んでやがったんだな。でもこれじゃ琥珀にどんな感情が戻るのかわからないけど。でも悲しみのスピルーンはもう戻ってるんだよね。違うの。みんなが無事で、みんな涙が止まらないの。そんなに泣かなくても。僕だって琥珀やみんなのこと超心配だったけどさ。琥珀、
まり嬉し泣きってことか。ってことはさっきのは喜びのスピルンってわけか。そっか、琥珀に嬉しいって気持ちが戻ったんだね。バーカ、てめえまで泣いてんじゃねえよ。そういう翡翠だって思いっきり涙目じゃないか。許せえよ。妹が嬉し泣きしたら一緒に泣くのは兄ちゃんとして当然なんだよ。喜びで涙、理解不能。このような茶番をしている状況ではない。いいじゃない、今は素直にこの思いをかみしめましょうよ。再会を喜び合える仲間がいることはとてもとても幸せなことだもん。寝ちゃった子供だね。お前だって琥珀と同じぐらい泣いてたろ。芸術家は感受性が豊かなんだよ。でもさ、シングが聞いたリチアの話はその感受性をズビズビ刺激するね。肉体を眠らせてスピリアだけで2000年を生きる眠り姫、いい絵の題材になりそうだよ。何が眠り姫だ。妹のスピリアに住み着きやがってろくで。我が主への侮蔑的発言と認識、撤回を要求する。ああ、そっちこそ妹のスピリアに勝手に取り付きやがって何言いやがる。はいはい、静かに。琥珀が起きちゃうでしょ。琥珀はリチアのことを大切な友達って言ってた。我が主を大切な友達。この世界を2000年もゼロムから守ってくれた大切な友達だって。だからリチアがどんな人かはわからないけど、俺は助けてあげたい。琥珀のスピルーンを全部取り戻して、スピリアだけで生きているリチアを本当の体に戻す。それがデスピル病をなくす方法だって琥珀は言ってた。うわ、その光何？よくわかんないけど、琥珀の温かい思いがソーマを通して。これはソーマリンク、人のスピリア同士をつなげるソーマ本来の機能だ。だがこの力は未完成だったはず。スピリア同士をつなげるだと？てめえ、人の妹と勝手にスピリアつなげてんじゃねえよ。そんなこと言われてもソーマが自然につなげちゃうんだよ。はあ、そうかそうか。砂漠で一夜、若い男と女がスピリア以外に何につなげやがったんだろうな。あ、おっさん、何ろくでもねえこと言ってんだよ。本気で殺すぞ。リチアもゼロムも知るか。プランスールへ急ぐぞ。こら、今すぐにでもスピルーンを全部取り戻してこいつと琥珀を引き離すんだ。いいな。どうしたのみんな。なんでもないのよ。なんでもなくはないか。さあ、プランスールへ向かいましょう。
シング、まだコアクとソーマリンクしてんのか。うん、つながってるよ。なんだその得意げな面は。今すぐそのリンクを切れ。出なきゃ俺とソーマを交換しろ。嫌だよ、このソーマはじいちゃんの大事な形見なんだから。バカ野郎、そんなことしたらてめえと俺がつながっちまうだろうが。仲がいいわね、二人のソーマもリンクしそう。だ、誰がこんなやつを。ごめん、こむるっての。それはこっちのセリフだよ。